ファイター2。神崎雅臣、みんな、ああ、帰ってきた、こいつらが。今回のメージは、ストー2、ダッシュのつもりで、俺ならこいつら戦ってみたぜ。ところが書いてるうち、どっちがどっちが変わらなくなっちまって、最後に生き残ったのは、一体どっちだったんだろう。復活したシャンドルに海から潜入するべく、就航準備をするチュンリーの前にケンとガイルの二人が現れた。シャンドルに君たちの問題じゃなく外すだろう。ケンの言葉で二人の仲間、早期が加わることに。あれはあの竜の後ろにいるのは、ケンは島の中心部、仮発電所を見下れる。崖の上に信じられない。物を見た邪悪な気を漂わせた竜と自分自身の姿を戸惑い、いつも1対2とのバトル始まった。見える？これ。火力発電所の奥深く、二人のベガが退治していた。愚昧の戸にこの身を費やす時間は無駄だからな。ベガは自分が来るのを待っていたのだ。この座標さすがは、わし胸も踊るぞ。もう一人答えた。この島、ゴーストドリームアイランド。かつて膨大な量の原油を殺虫したし、巨大な富を誇示していた夢の島。しかしある日、佐賀に原油が待つたでなくなり、崩落糸をたどる。魚類を除いて、穀物など食料が自給できないせいもあり、島全体が廃墟と化し、無人の島となった。今でこの島、本来の名で呼ぶものもなく、コーストドリームアイランドと呼ばれている。シャドウの港から、就航し、エツチオアで頓着。黒いヘリコプターによる潜入はレーダーやローターの音などになって発見されやすいため、漁船が装って潜入。東南アジアの某地点に存在シャドウがからも小型の船舶で来た可能である。面積が狭く滑走が釣れなかった固まった。交通船によって行われている。高層ビル群、膨大な量の原油の産出を発見に、石油製品が作れられ、化学産業などが進出し、高層ビルが隣接した巨大企業の実業などのオフィスマンションなども全て空き家となり、強大な墓標のように何万でいる。白球の街のビルには人影はなく、ただ放置されている。島で採油された原油を石油製場で精製銃を使って島の電気を生み出す。火力発電所。島の方々を中心に位置している石油精製場、核岩産業、港など島のすべての電気を救急世界の孤島にして釣り合いない規模の発電所だが、現在で停止している。島の中に全てのプラントを有するという発想に人工知見人心、シャドウに似ている。ベガの手によって、炉が暴走し、火災が発生に残っていた原油に、
回引火し、大部活を引き起こす。悪の秘密組織、シャドルの謎。悪の秘密組織、シャドル・インターポール。各国の警察軍部の諜報機関によって調査が続かれているものの、今だその全貌は明らかにされていない。伝えられている凶悪の暴力犯罪は、数知れず、ブー集団ネイティブのアメリカンの住む村をやれ払うなど、バンクは後を絶たない。トール麻薬、シャドルによって製造販売されて、恐怖の麻薬遺伝子操作など、最先端の無心工学と技術投入されて作られた特別麻薬の操作案件、チュンニによってシャドルのネットワークが崩壊したことから消滅するものの見られていたが、産業再びマーケットへの入賞を創価している。クローン複製人間。人間の細胞から同じ人物を作り出す技術。シャドルは優秀な兵士、商品を大量に作り出したのに、研究の蓄積、ついに完全な人間の複製成功。リュウやチュンリのクローンはシャドルにおけるグランドファイトの会場のスタジアム、イブムチにおいて、最初しても思われる。